はい、皆さんこんにちは。今日はですね、見ての通り、これね、新しいカメラ。はい、なんとインスタ 360X3 を導入しましたね。でね、ちょっといろいろね、どういうふうに使うか考えなきゃいけないんですけど、まあ、最終的にはこれ元ブログのメイン機種として使えないかどうかっていうのをね、まあ狙うわけなんですけど、でまあこれ同じやつ持ってるよすけさんとかにね、いろいろ情報聞いて、あと YouTube の動画とかも見ていろいろ検討してきたんですけど、やっぱりね、使ってみなきゃ分かんないんで、でね、もうポチって買ってしまいましたという感じですね。で、これね、外部音声をね、どうやって入力するかっていうのが、まあ、一つのポイントになるんですけど、これ、AirPods をね、直接つなげるんですよ。で、今つないでるんですけど、で、この間 AirPods を耳に、差し込んで、まあイヤホンと同じような状態で使ったんですけど、ちょっとあんまり音質が良くなかったんで、今日はですね、耳に差しているということではなくて、ヘルメットの口元の内側にね、直接こうつけてるんですけどね、ちょっと仮でそうつけてみたんですけど、見えますかね、ちょっとブサイクな形になっちゃってるんですけど、ね、こんな感じでつけてるんですけどね。でこれでどこまで音声が取れるかっていうことですよね。あ、電車が来た。踏切あるんだ、こんなとこに。これ何線かな、西武池袋かな。じゃあこういう電車もね、これでどんな風に取れるかね、ちょっと見てみたいですよね。でこれ当然自撮りもつけた方がいろいろ撮れるとは思うんですけど、今はちょっと自撮り棒なしで撮影しています。どんな風に撮れるかね。まあ、自撮り棒いいんですけど、ここにバッと長くつけるとね、振動でブレも大きいしね。ちょっといろいろ走行中気になったりあんまよろしくないんで、もうとりあえず自撮り棒なしでやってますけどね。AirPods をね、外部マイクとして使えるとすごい楽ですよ。だって Bluetooth ですぐつながるしね、当然線はないしね。ただ元ブログ用の音声としてどんだけ使えるかですよね、問題は。まあダメな場合はね、マイクアダプターも買ってあるんで、今まで使ってる有線のマイクつなぐってことにはなると思うんですけど、右方向、
わかんないですね、道ね。こんな青梅街道横切れって言うしさ、まあでもこういう街中をね走ってどんな感じで撮れるかっていうのもね、見るのも面白いんじゃないかなっていうことで撮ってますけどね。で当然今あの AS300 も並行して撮ってるんで、まあどんな風に違うかですよね、音声の入り方とか。もうマイクも同じ位置につけてあるんでね、まあでも AirPods ね、どうかな、普通のマイクと比べたらやっぱりね、基本電話で話すようなレベルのやつなんで、いまいちの可能性は高いですよね。この辺もさっぱりわかんないですね、どこ走ってんだか。目的地に到着しましたって言われちゃったんだけど、駐輪場どっかにあるんだっけ？駐輪場があるはずなんですが、あ、ここまた止められないとこか。奥に行かないとダメかな。いつもここに来てね止めらんないんですけど、奥の方行こう。やっぱり Google 先生だとここ今のところに連れてこられちゃうんだよな。こっちから着です。すっかり落ち葉が